チャンネルファントゥーライド。おはようございます。高速道路の太宰府インターチェンジに向かっています。先日行ったぐるっと九十周遊道路の一部、今日はそこをまさにぐるっと一周してみます。ぐるっと九十周遊道路は約 66.5km、 約1時間半、さらにそこから少し足を伸ばして大分県の3つのダムも回ります。福岡は少し雲の多い空模様、気温は現在7度 C の表示です。2024年3月9日土曜日 AM 9時25分太宰府インターチェンジ通過。周遊道路へは太宰府インターチェンジから九重インターチェンジまで高速に乗り、そこから南下するコースを選択。距離は約 108km、 80分ほどの予定。トスジャンクションで九州道から大分道へ。チェンジから約 93km 走って九重インターチェンジで降ります。青空は増えましたが気温は上がりません。逆に標高が上がって気温は4度 C に下がりました。左側には日本一の参道吊り橋、九重、夢、大吊り橋。紛らわしい地名が混在してるんですよね。九十、九重。大吊り橋から数分走るとスタート地点です。約 66.5km、約1時間半を反時計回りに走ります。カメラ位置を変更して11時15分にスタートです。といったスタート直後にいきなりやらかし、ここで右折なのに完全にスルー。このマークをうっかり見落としました。行かれる時はお気をつけください。注意しないとうっかり曲がり損ねたりします。この道はこの道でいいんですけど、後の祭りです。改めてリベンジしたいと思います。で、この辺りは長者原、山並みハイウェイに入っていきます。この辺りは気温2度 C から0度 C。本当なら今右に見えている道から来なければいけなかったんです。ここで道路は2つの名称を持ちます。
そしてここで2つの道路が分かれます。この辺りからぐっとテンションが上がってきます。最近の焼き下っぽいですね。やっぱり高原を走ると気持ちいいですね。ただ、めちゃ寒い。結構生活道路的なところも通ります。高原の開けた場所ばかりではなく、連続カーブの道も。実際は画面で見るほど攻めてないです。気温が氷点下になるかならないかぐらいで、路面凍結がないかビビりながら走ってますので。そして車同士の離合は無理そうな場所もある。
ということで、ちょうど約1時間半で一周してきました。最初道間違えましたけど、後編に続く。チャンネルファントゥーライド。